こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では僕が愛してやまないアークテリクスの商品の中から大人の男性に似合うようなものをですね、いくつか皆さんにご紹介ができればなというふうに思ってます。僕はですね、アークテリクスとの出会いは結構前に遡るんですが、ビームスだったと思うんですよね。まだまだですね、アークテリクスというものの認知度が高くない頃にビームスでの取り扱いを見てですね、なんかこれすごくデザインかっこいいなと思った記憶があるんですね。まあその当時まだまだですね、アウトドアウェアみたいなものを街で活用するという流れはそこまで今ほどは強くなかったんですね。まあ着てる人がいるとしてもやっぱりですね、パタゴニアだとかノースフェイス、このあたりが圧倒的に強かったわけなんですが、その一方でじわいじわいと人気が高まってきたのがアークテリクスというブランドだったんですね。もう今から10年以上前、もう下手したら15年以上前の話かなと思うんですが、まあその頃から一つ憧れがあったんですが、やはり値段がね、安くないので気軽に買えないよなと思いつつ、あれから数年が経って少しずつ僕のワードローブの中にもですね、アークテリクスのアイテムが増えてきたんですね。まあノースフェイスとかパタゴニアもいいんですけども、やっぱりですね、知名度としては例えばノースフェイスなんかはかなり認知されるようになってきてるかなと思うんですね。おそらくそんなにファッションに関心がない方でもノースフェイスのロゴを見るとなんとなくですね、知ってるという方も少なくないかなと思うんですね。一方でアークテリクスというのはまだまだそこまで一般的な認知度は高くないかなと思うんですね。そのちょっと通な立ち位置というのも個人的には好きなんですが、ただですね、アイテム数たくさんあって何を買えばいいのかわからないという男性も少なくないかなと思うので、今回は私物のアークテリクスを持ってきましたので、その魅力についてお伝えをしていきたいなというふうに思ってます。その前にですね、簡単にアークテリクスってどんなブランドなのかというところをですね、お話ししたいなと思ってるんですが、このブランドはですね、もともとカナダのですね、アウトドアブランド、まあ登山用のアイテムをですね、強みとしているブランドで、創業がですね、1989年ということで、結構しっかりとした歴史のあるブランドなんですね。で、代表的なのはブランドのアイコンですね。いわゆるですね、始祖鳥と呼ばれるようなアークテリクスの象徴的なロゴがあるんですが、これを見ればおしゃれが好きな人だと、あ、アークテリクスだなというのがですね、わかるわけなんですね。まあこのブランドというのは様々なアウトドアブランドの中でもなんか機能的にすごく優れているというような基盤がありつつも、デザインがストイックでシャープ、非常に洗練されているというイメージが強いんですね。ですのでアウトドアウェアというと結構色鮮やかなものをイメージされる方も少なくないかなと思うんですが、僕にとってのアークテリクスっていうのはやっぱりイメージカラーはブラックなんですね。シャープですごくストイックで、なおかつどこかモード感の漂うようなブラックというのが、まあアークテリクスの象徴的なカラーかなというふうに思ってます。そしてどこかですね、モードっぽさというところをですね、感じる部分もあるわけなんですが、最近ではジルサンダーですとか、そういったブランドとのコラボレーションもやってたりだとか、かなりデザイン性の高さというものも認知されていまして、アークテリクスの中でも通常のアウトドアウェアをやってるブランドと、もう一つですね、アークテリクスベイランスというブランドがありまして、こちらはですね、街着で使えるようなすごくシャープなデザインの服を取り揃えてるわけなんですね。こちらもですね、非常にかっこよくて個人的にも好きなブランドなんですが、このようにアウトドアブランドの中でもデザイン性に特化しているというところがアークテリクスの魅力の一つなのかなと思っています。そしてアークテリクスいろんなアイテムがある中で、個人的にですね、よく動画の中で出しているものは2つの種類があるんですね。まず最初はですね、僕手元でお見せしたいなと思ってるんで、早速ご紹介したいなと思ってるんですが、バッグですね。2パターンいきなり出したいなと思ってるんですが、僕愛用してるのは、バックパックと、あとはショルダーバッグですね。まあそれぞれですね、日々ガンガンに活用してるというよりは、割と旅行だとか、ちょっとですね、外遊びを楽しみたい時なんかに活用することが多いんですが、まずですね、皆さんにご紹介したいのは、こちらの、マンティス2というですね、ショルダーバッグですね。これはですね、僕2つ持っているんですね。以前もね、動画の中でご紹介しまして、結構多くの男性に見ていただいたかなと思うんですが、以前ご紹介したのは通常版のマンティス2だと思うんですね。どこが違うのかというと、アークテリクスのロゴの色がですね、ちょっと違ってくるんですが、僕が今回持ってきたのは、多分動画で出すのは初めてかなと思うんですが、アークテリクスって結構コラボレーションのラインもやってたりしまして、特にビームスと一緒に商品を作ることが少なくなくて、昨年購入しましたビームス別注バージョンのマンティス2なんですね。こちら、ビームスカラーと言いますか、ちょっとこう、
オレンジとイエローの中間ぐらいの色味のですね、ロゴが入っていまして、持ち手の部分もですね、ちょっとこういった、同じ色が使われているというところで、一つアクセントになってるんじゃないかなと思いますね。まあ、このバッグはショルダーバッグを持つのであれば、なんかこうスポーティーな香りもしながらも、なおかつアークテリクスのロゴというところが一つのですね、キーポイントとなるので、意外と素敵に見えやすいかなと思うんですね。まあ、後ほど実際に持ってみたいなと思うんですが、僕は背中側にかけたりだとか、あとはあえて前に持ってきて、このアークテリクスのロゴも一つの着こなしのアクセントにすることもあるんですね。まあ、この色もすごく気に入っているんですが、まあ、個人的にはですね、このロゴの色がですね、主張が強いので、この持ち手の部分かな、ここはですね、ブラックでも良かったかなと思うので、今度ですね、この部分は、スプレーかなんかで黒く塗っちゃおうかなと思っています。まあ、アクセントカラーというのもすごく素敵ではあるんですが、やりすぎるとちょっと着こなしの中で浮いてしまうので、まあ、個人的にはこういったところをブラックにしながら、ちょっとカスタマイズしたいかなと思ってます。結構これ一つあれば、スマホも入るし、あとは財布もですね、長財布も間違いなく入るかなと思います。僕は結構小型の財布を持っているので、間違いなく入りますし、あとは文庫本サイズぐらいだったら間違いなく入るので、これ一つで休日は全然過ごせてしまうかなと思うので、まあ大人の男性でちょっとね、手ぶらは苦手だなという方には、このマンティス2はすごく使い勝手がいいんじゃないかなと思っています。まあこういったアウトドア系のブランドだとやっぱりノースフェイスもあったりするんですが、この二大巨頭ですね、どちらかを持っておくと、休日には間違いなく活躍すると思うので、ぜひチェックをしていただきたいなと思っております。そしてもう一つがこちら、同じくマンティス26ですね。26リッターのですね、容量があるバックパックなんですが、まあこれ見ていただくとですね、ロゴマークがまあシルバーになってますね。まあこのようにね、全然印象が変わるかなと思うんですね。このあたりは結構ですね、人によって評価が分かれるところかなと思います。僕はですね、このシルバーのロゴに見慣れているので、これはこれで大好きなんですが、たまにはちょっとこういった別注バージョンが出てくると、つい欲しくなってしまうんですが、意外とね、長く使うんだったら、通常のロゴの方が使い勝手はいいんじゃないのかなというふうに最近は思っています。こちらはですね、日帰りの旅行に行ったりだとか、ちょっとアウトドアで楽しんだりするときにはガンガンに活用しているわけなんですが、まあ、デザイン的にはすごくオーソドックスですね。そんなに木を照らったところがなくて、大人の着こなしにも合いやすいんですね。まあ、バックパックっていうものはデザイン自体がすごくですね、カジュアルな方向なんですね。それでいて色で遊びがあったりだとか、ディティールに凝りすぎてしまって、いろんな色を使ってたりするとちょっと子供っぽく見えてしまうので、やはり持つのであればブラック単色でなるべくベーシックなデザインがいいかなと思うんですね。ただあまりにベーシックすぎるとそれまた退屈に感じてしまうので、そこにですね、アークテリクスのロゴがあることで、ちょっとですね、自分の中での物欲を満たすことができるので、そういった点でもすごく完成度が高いかなと思いますね。これ非常にですね、サイズ感としてはちょうど良くて、大きすぎてもなんか仰々しい感じがするし、小さいとこれまたなんか女性っぽくて、大人の男性が持つにはちょっとこう、物足りない感じがしてしまうんですね。ある程度のボリューム感があった方がいいなというところで、まさにちょうどいいサイズで使い勝手もいいんですね。ポケットもいろんなところにありますので、そういった点も含めて、すごくこれは1個あるとですね、様々な場面で使いやすいかなと思っています。まあ値段もですね、決して安くはないんですが、2万円を超えないぐらいの価格帯なので、まあぜひね、大人の男性がバックパックを持つのであれば、こちら便利かなと思います。ロング丈のステンカラーコートとかにね、あえてこういったバックパックを持つスタイルというのも素敵なんじゃないかなと思うので、ぜひ皆さんもトライしていただきたいなと思ってます。まあ、このようにですね、アークテリクス、バックパックとか、あとはショルダーバッグすごく強みとしていまして、このあたりも鉄板なんですが、やっぱり何と言ってもですね、欠かせないのはウェアだと思うんですね。特にアウター系、このあたりがアークテリクスの本丸かなと思うので、この後実際に着用しながら皆さんにご紹介ができればなと思っています。はい、続いてですね、皆さんにご紹介したいのは、ご存知の通り、アークテリクスをですね、こういったフード付きのアウターですね。このあたりはやっぱり鉄板で、多くの男性が憧れる一枚なのかなと思ってます。僕自身もずっと欲しかったんですが、なかなかですね、金額が安くはないので、手が出せなかったんですが、今年になって買ったのはこちら、ベータ LT というモデルですね。これはね、非常に満足度が高かったです。今日ちょっと持ってくるのは忘れてしまったんですが、スコーミッシュフーディーというモデルがあるんですね。ちょっと画像を出しておきたいなと思うんですが、そちらもね、すごく愛用していて、特に小さくですね、コンパクトにできるので、旅先に持っていくことが多いんですね。
僕も先日キャンプをやったんですが、そちらに持ってきてですね、そのまま自宅に置き忘れてしまって、今日は通行のミスをしてしまったわけなんですが、あれもすごく気に入っています。ただ一方で、このアウターとしての安心感というか、しっかりとですね、風と雨を防いでくれて、なおかつですね、生地の張り感がしっかりとあるこのベータ LT は、完成度がめちゃくちゃ高いなと思うんですね。まあ、特にフードの立ち上がりですね、ここがね、すごく綺麗だなと思ってまして、スコミシフーディは柔らかいんですね。ですので着心地の良さはあっちの方が上です。こっちよりもソフトな着心地というところが楽しめるんですが、やっぱ張り感があることでフード周りの立体感というところはすごく美しいかなと思うんですね。そして色の質感もですね、深めのブラックでシャープ。生地の質感もですね、すごく上品なので、個人的にね、これはすごく気に入ってるアウターですね。まあ、まさに今時期春なんかにも使えますし、冬なんかもね、意外と中を着込めばそれなりに真冬以外は使えたりするので、1枚持っておくと便利かなと思いますね。まあ、ジップは全部閉めてもらうとスポーティーな感じになりますし、あとはですね、ジップを下げてもまた全然雰囲気変わります。こんな感じですね。中に T シャツとか着てあげて、内側を見せてあげるという着こなしも良かったりするので、まあ1枚で様々な着こなしをすることはできるかなと思いますね。無地 T シャツでもいいし、あえてボタンダウンのシャツなんかで合わせてもいいかなと思うので、意外と使い回しは聞きやすいかなと思うので、これはですね、まあ皆さんにもぜひお勧めしたいアイテムかなと思ってます。あともう一着ですね、私物のアウターがありまして、それがですね、こちら、アトム AR フーディーというですね、ちょっと季節はもう過ぎてしまったんですが、暖かいですね、中綿のジャケットがあるんですね。これまたですね、ちょっとこう、通常版とは違ったものなので、この後実際に着てみたいと思います。はい、ということで着てみました。どうでしょうか？まあデザイン的にはそんなに大きな違いはないかなと思いますね。しかも遠目だとそんなに厚みも感じないかなと思うので、ちょっと近くに行きたいと思うんですが、近くで見ると中綿ということで、少しですね、ボリューム感があるんですが、いわゆるダウンのようなモコモコ感っていうのがないので、割とそのあたりもシャープで使いやすいかなと思いますね。いわゆるナイロンジャケットなんだけども、少しボリューム感があって、でも着膨れしないというあたりが個人的にはすごく使いやすいかなと思うんですね。あとの AR フーディーも定番でやってるアイテムなんですが、僕が今着てるものはですね、ちょっと正面から見るとわかんないんですよ。普通に見えるんですが、こっち見るとね、すごく大胆なアーステリックスのロゴが入っているんですね。これは今から2年前にビームスで購入しました別注バージョンなんですね。結構ね、夏の終わりぐらいに別注バージョンが予約販売されるんですが、もうすごい人気で早い段階で売れてしまうんですね。なので実物を見ないままいつも買っているんですけども、これまたね、大胆なビームスカラーのですね、ちょっとオレンジのエッソ調のですね、ロゴが入ったモデルで、なかなかインパクトがあって良かったかなと思ってます。通常のアトム AR フーディはここにね、ロゴがあるんですけども、こちら、ビームスバージョンはですね、ロゴがあるんだけど、ここは本体と同じ色になっていて、ロゴが全く目立たないんですね。その分ここに大胆にですね、アーステリクスのロゴが入っているという形なんですね。なんかこういった大きめのロゴを見るとですね、僕ら世代だと、ラルフローレンのビッグポロみたいなね、そんなポロシャツのイメージが強いかなと思うんですが、まあ、ちょっと大胆な感じもいいんじゃないのかなと思ってます。ただ本音を言うと、一昨年買って、その時には満足度が高くて結構着ていたんですが、今シーズンはですね、そこまで多く着なかったんですね。というのも、このロゴがね、やっぱりインパクトが大きくて、個人的には物欲だとか所有欲は満たされるんだけども、長いこと着ようと思ったら、通常のこういったシルバーのアーティクスのロゴの方がやっぱり使いやすいなというのが実感としてはありましたね。このあたりはつい別注バージョンに飛びついてしまう僕の悪い癖ではあるんですが、まあすごくね、所有欲は満たされるんだけども、長い目で見るのであれば通常版で間違いがないかなと思うんですね。もしくは別注バージョンでもそこまでインパクトが強すぎないもの。例えばこのロゴがですね、もっとちっちゃかったら僕は良かったと思うんですよ。これが通常ぐらいのサイズ感だったらオレンジでも良かったかなと思うんですが、大きくてオレンジだとちょっとで、インパクトが強かったかなと思って、そのあたりはですね、ちょっと反省している点ではあるんですが、ただすごく満足度が高いし、中綿でね、そんなにこう、ものすごいあったかいってわけではないんですが、基本的には車だとか電車の移動だとか、そういった時にがっつりダウンって意外とですね、暑かったりするんですね。ですので、中綿系のアウターでも僕は全然問題なく着れるので、
これぐらいでもですね、重ね着をすれば全く問題がなかったかなと思ってます。ですので、アークテリクスのアウター、様々なものがありますが、一番ライトなスコーミッシュフーディ、こちらですね。これがあって、あとは中間的な、まあ一番オーソドックスな、こちらのようなベータ LT のようなものがあって、なおかつ冬場であったら、今僕が着てるような、アトム AR フーディのような、まあこう中綿系のアウターですね。このあたり3種類あれば、結構もう間違いなく一年中使えてしまうかなと思うので、まあこの中で気に入ったものがあれば、ぜひ皆さんもチェックをしながらですね、着こなしの中に取り入れていただければなと思っています。はい、ということで今回の動画では僕が愛してやまないアークテリクスのアイテムの中から大人の男性でも使いやすいようなものをですね、厳選してご紹介させていただきました。どのアイテムに関しても個人的にすごく気に入っています。まあアウトドアブランドの良さというのは、まあ機能的でガンガンに使えるという点なんですね。そのあたりはですね、僕ら大人世代とも相性がいいと思うんですね。やっぱりどんなに素敵な服でもあまりにですね、繊細な素材感だったりだとか、動きにくかったりだとか、着にくかったりすると僕ら世代としてはやっぱり嫌になっちゃうと思うんですよね。それなりにガンガン使えて楽っていうところ、ここが担保されながらも、なおかつデザインがシャープであったりだとか、特別感があると非常にいいかなと思うので、そういったニーズと結構アークテリクスってがっちりマッチするかなと思っていまして、まあ僕ら大人世代がちょっと贅沢をして様々なアイテムをちょこちょこと買い揃えるにはすごくですね、良いブランドなのかなと思っています。なかなかですね、ウェア系は高かったりするので、まずはですね、気軽に手が出せるようなこういったマンティス2のようなショルダーバッグを持ってみたりだとか、あとはですね、バックパックなんかも様々なシーンで活躍するので、このあたりから入ってみるのも良いかなと思います。そしてアークテリクスの魅力というところに気づいたら、スコーミッシュフーディーのような、割とですね、アウターの中でもライトなものから入ってみて、そこが気に入ったら、その最上級として、ベータ LT だとか、アトム AR だとか、そういったちょっとしっかりとしたアウターというものも検討してみるのがいいんじゃないのかなと思っています。まあ僕自身もそうなんですよ。アークテリクスを知ってから、実際に買うまでは結構なタイムラグがあったんですね。少しずつですね、買い揃えていって、まあ、ようやくこれぐらい数が揃ってきたので、皆さんも焦らず、少しずつでいいので、アークテリクスの世界観というものを楽しんでいただきながら、日々の着こなしに取り入れていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは、大人の男性に向けて、メンズファッションの基本をなるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思っていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。また、こちらのチャンネルとは別に、YouTube のメンバーシップチャンネルというものを僕は運営をしています。そちらの方ではユニクロですとかグローバルワークですとか価格帯の抑えたものではなくてユナイテッドアローズですとかトゥモローランドですとかエディフィスですとかまたはドメスティックブランドですとかまあ国内の様々なですね中級者向けのブランドを取り扱ってですね皆さんにどんどん情報発信をしています。そして月に数回はですねメンバー限定の生配信もやっていますので気になる方は動画の下の概要欄からチェックをしていただければなと思っております。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。